雪組女子部は2008年1月15日から同年4月1日まで中京テレビで放送されていたスポーツ番組である全12回放送時間は毎週火曜1時39分1時54分最終回の未2時9分までの30分番組として放送スノーボードをテーマにした深夜番組で女性スノーボーダーたちがゲレンデで披露するテクニックやファッションを通じて スノーボードの魅力を伝えていた。収録は岐阜県郡上市の高須スノーパーク及びダイナランドで行われていた。最終回では高須スノーパークで開催されたスノーボード大会雪組女子部カップ2008イン高須スノーパークの模様を放送した。この番組は後に DVD 化され2008年7月16日にポニーキャニオンより発売された。 番組制作関係者が書き綴ったブログによれば、番組は同シーズン限りで終了したのではなく、途中放送休止を挟んで2009年に再スタートする予定だったとのことである。しかし中京テレビ側からの申し出により、放送再開はできなくなったようである。その後も放送再開はかなっておらず、事実上の打ち切り状態となっている。 なお、番組公式サイトはその後もしばらく消されずに残っていたが、放送再開が見送られたのを機に閉鎖された。ありがとうございます。